ご視聴ありがとうございます。今回は、ファミコン発売黎明期の様々な逸話を、ご案内します。世界で6000万台出荷されるようになる、ファミコンも発売当初は、トラブル続きと工場を、停止してまでの回収騒ぎて、大変だったんだ。そんな、ファミコンの発売当初の、逸話をご案内します。始まりは、ファミコンが発売される、1983年7月。1980年代初めの、任天堂は、ゲームウォッチが大ヒットしていたんだけど、家庭用ゲーム機では実績のあまりない会社だったんだ。だから、メディアからも全く注目されていなかった。今の任天堂からは、想像できないよね。1983年7月、任天堂ファミリーコンピューターの、発売。1983年7月15日、任天堂開発部が心血を、注いだ、ファミコンが発売日を、迎える。しかし、全く注目されていなかった。シーン。ファミコンの発売は、とても静かな出足だったんだ。なんか、NHK のプロジェクト X みたいに、劇的なフィナーレじゃないんだ。任天堂開発部の予想に、反して、発売当初はあまり売れなかった。一部のディスカウント店では一時、価格が7000円程度に、下がったこともあったんだ。へえ、その時、まとめ買いしておけば。開発部の上村部長の、脳裏には、ファミコン発売の喜びよりも、トラブルなく無事に出荷されるかどうかの、不安で頭がいっぱいだったんだ。ここで、任天堂開発部が経験する、様々な逸話をご案内します。その1、コントローラの四角ボタンめり込み事件。任天堂開発部。ビビビビビ、ビビビビビ、ビビビビビ。はい、上村です。いつもお世話になっております。はい、ファミコンのコントローラが、何？ファミコンのコントローラのボタンが、押した後、元に戻らない。コントローラの四角いボタンが、埋まってしまっている。ファミコンの品質テストは、入念にしたはずなのだか。上村部長の回想。ファミコン開発中の品質テスト。ファミコンの開発時には、開発部は入念な品質テストを、していたんだ。上村部長。諸君、品質テストは重要である。特に、可動部分である、コントローラーとコネクターは、接触部分であるから入念に、テストしたい。コントローラーボタンは、打鍵テストは100万回。そしてコネクターは、目標総罰回数を、5000回とする。わかりました。部長、質問があります。なんだ。コントローラーボタンの打鍵テストは、機械でできますが、コネクタの総罰テストする機械は、ありません。もちろん、手でするんだ。ええ。機械がないなら、手でするのだ。ファミコンで遊ぶ子供たちを、思い描きながらテストすれば、5000回など造作なきこと。へえ。ガチャ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 。ガチャ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 。ガチャ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 。上村部長、ファミコンのコネクタの総罰テストは地獄です。任天堂の開発部は、入念な品質テストを、していたんだけど、ファミコンで遊ぶ子供たちは、任天堂開発部の予想を、はるかに上回る遊び方をしていたんだ。それは、ファミコンのゲームで遊ぶときに、子供たちはゲームコントローラボタンのにじり押しをしていた。にじり押し？初期のファミコンのコントローラボタンは、ゴム製の四角いボタンだったんだ。そのボタンを斜め前方向に、押し込むテクニックだよ。テクニックなのかな？特に、ゲームに熱くなるとやってしまう。ファミコンで、友達との対戦ゲームの、時は、特に注意が必要です。この後、ファミコンのコントローラボタンは、ゴム製の四角ボタンから、プラスチック製の丸ボタンに、変更されました。今、思うと、ゴム製の四角ボタンのファミコン初貴重品だね。トラブル、その2。コントローラの引きちぎり事件。この頃、コントローラを引きちぎってしまったり、コントローラを壊してしまったが、交換できないというクレームが、発生していた。ファミコンのコントローラは、取り外し可能なコネクタ式ではなく、取り外しができないコントローラ直付け式なんだ。ゲームに夢中になった子供たちが、コントローラを引きちぎってしまうことや、コントローラを壊してしまっても、取り替えができないことで、おもちゃ屋さんに泣きついてくる事件が、多発していた。任天堂開発部。上村部長、なんで交換できるコネクタ接続にしなかったんですか。トラブル対応で泣きそうです。申し訳ない。これには色々事情があるんだよ。上村部長の回想。ファミコン開発のきっかけとなった、山内社長からの鶴の一声。1981年頃、山内社長から開発部の上村部長へ、家庭用ゲーム機の開発依頼の、電話があったんだ。山内社長。次はテレビゲームや、それを君のところでやらんか。あ、はい。ただし、
条件がある。条件と言いますと、今度の家庭用ゲーム機は、1万円以下ね。ええ、なかなか、厳しい条件ですね。しかし、ファミコンの開発中に、1万円以下は、どうしても無理だと、上村部長は社長を、説得する。その代わり、1万円台にすることを、約束したんだ。その結果、上村部長は価格を抑えるため、コスト削減に奔走することになる。そして、ファミコンのコントローラ接続部分の、開発時に、ある問題に直面する。上村部長は、ファミコンの基板を設計した時点では、コネクタをつけるつもりだったんだ。しかし、コネクタ接続だとコストが、上がってしまう。これでは、目標の価格で発売できない。どうしよう。そうだ、ファミコンのコントローラを、直付けにしてコスト削減をしよう。このようにして、任天堂開発部は、様々な創意工夫でファミコンの、コスト削減に挑んだんだ。その結果、ファミコンの価格は目標を、達成することができたんだけど、その後任天堂の社員が、泣くことになった。実は、ファミコンを分解するとわかるんだけど、基板の前面から出たコネクタケーブルが、ぐるりと後ろに回っているのが、確認できるんだ。これは本体前面に、コネクタをつけようとした名残なんだよ。なんか、ファミコンファンの無駄盛りだね。ファミコンの暗挙みたいだね。ちなみに、この経験で、スーパーファミコンではコネクタ接続に、改善されています。ガクシーママちゃん。ベースボールの消える魔球事件。そして、極めつけは、ベースボールの消える魔球事件。消える魔球？1983年12月、任天堂開発部。任天堂は、家庭用ゲーム機の最大の、借り入れ時である、クリスマスと年末年始を、迎えようとしていた。そんなある日。ミリリリリリ。ミリリリリリ。ミリリリリリ。はい、上村です。営業部の方ですか。お疲れ様です。ファミコンのベースボールゲームで、遊んでたら、ボールや白線が消える？わかりました。すぐに調査してみます。みんな、ベースボールゲームでボールや白線が、消えるらしい。原因を調査してほしい。了解しました。ピコピコピコ。ピコピコピコ。ピコピコピコ。わかりました。上村部長。それで、原因は？どうもグラフィックチップの温度が、上がると、絵を高速に表示するための、スプライトが消えてしまうようです。それが、ベースボールのボールや白線が、消える原因みたいです。グラフィックチップの温度か。すぐに、リコーさんと打ち合わせだ。リコーと上村部長の打ち合わせ。リコー。グラフィックチップを少し修正すれば、解決しそうですが、しかし、工場を止めて、グラフィックチップの差し替えが、必要になります。上村部長。ということは、ファミコンの出荷を停止して、店頭からファミコンを回収する必要があるな。家庭用ゲーム機の一番の、借り入れ時に、出荷停止と、店頭からファミコンの回収か。これは、大変なことになるな。ニンテンドーピンチー。ニンテンドーの社長室。上村部長。社長。なんや、上村くん。ファミリーコンピューターにトラブルが、発生しました。何？ファミリーコンピューターを出荷停止して、店頭から全品回収する必要があります。大変申し訳ございません。お客様には、きちっとした商品を提供せねあかん。しっかり、誠意を持って対処せよ。金は、いくらかかっても構わん。ありがとうございます。すぐに対応します。時はまさにクリスマス商戦の、目前、ファミコンは出荷停止、そして任天堂は社員総出で、店頭から全品回収することになってしまった。任天堂の社員は、車で外注先を走り回り、ファミコンの在庫や回収品を、運び込んでは直し、上村部長は、任天堂工場長に、散々怒られた。ライバルメーカーが、次々と家庭用ゲーム機を、投入する中、ファミコンは店頭から消えていた。そして、ファミコンのグラフィックチップの、熱問題が、収束する頃には、年を越していたんだ。ファミコンが発売された1983年の、出荷台数は、約45万台。任天堂開発部にとって、波乱の1年であった。1984年、任天堂開発部。上村部長、そんなに落ち込まないでくださいよ。熱問題も解決しましたし、僕たちベストを尽くしてきたじゃないですか。宮本さんたちのチームも、次々とゲームソフトをリリースしていますし、なんとかなりますよ。ファミコンもうダメかも。そんな、1月末のある日。リリリリリリ。リリリリリリ。リリリリリリ。また、トラブルかな。はい、上村です。
上村部長ですか。営業部の者なんですが、実はトンヤさんからクレームの連絡がありまして。その、クレームの内容なんですが、実は子供たちが、おもちゃ屋に殺到して困っているということなんです。殺到？去年の12月に、例の熱問題でファミコンを、小売店から回収したじゃないですか。普通は、他社のゲーム機を買っていくはずなんですが、ファミコンが入荷したら売ってくださいって、言ってくる子供たちが、おもちゃ屋に殺到しているみたいなんです。おもちゃ屋さんが、ファミコンの予約をさばききれないという苦情が、多発しているみたいなんです。この頃、エポックのカセットビジョンや、セガの SG-1000 など、多くのライバルが家庭用ゲーム機を、発売していたんだ。ファミコンは、例の熱問題で店頭から消えていたため、本来はライバルの家庭用ゲームが、売れるはずなんだけど、ファミコンは、発売から子供たちの間で、ファミコン面白い、という評判が、口コミで広がって、子供たちは、ファミコンを指名買いしてくるようになっていたんだ。とある地方のおもちゃ屋さん。ファミコン欲しいんですが？すまないね。今品切れなんだよ。もう、5軒回ったのに全然売ってないんだよ。いつ、入荷するんです？それが、まだわからなくてね。それじゃあ、予約したいんですけど。はいはい、ここに名前と連絡先を、書いてくれるかな。はい。でも、いつ届くかわからないよ。もう、予約が150件超えているからね。この頃の、ファミコンブームってすごかったよね。学校でも、ファミコンの話題でも聞きになったもんね。ファミコンがすっと品切れで、クラスでファミコン持っていたのは、数人だったような。だから、ファミコンを持っている友達のところに、みんな遊びに行っていたよね。セガを持っていた友達もいたけど、断然ファミコンが面白かったもんね。1984年、ファミコンの開発部は、ファミコンの品切れに奔走することになるんだ。この年、最初のサードパーティーであるハドソンが、ロードランナーとナッツ&ミルクを、発売。その後多くのゲームメーカーがファミコンゲームに、参入してくるんだ。発売されてから、11ヶ月後には、ファミコンは販売台数が、100万台を突破する。そして、1984年の、終わりには、累計販売台数が、400万台を突破するんだ。すごい。ファミコンが、発売された翌年のクリスマスには、ファミコンの出荷が追いつかず、品切れ状態が続いたんだ。大ブームだったもんね。全然手に入らなかったもの。そして、1985年9月に、スーパーマリオが発売される。スーパーマリオは、国内で680万本、世界で4000万本発売される、大ヒット商品になるんだ。この年、ファミコンは、累計販売台数が800万台を、突破する。トラブルと出荷に追われていたファミコンの、開発部は、スーパーマリオの大ヒットで、ファミコンの大成功を確信することになるんだ。その後、ファミコンは国内で2000万台、世界で6000万台発売される。ファミコン開発部の長年の、努力が報われたね。今回は、ここまで。次回は、宮本茂さんのデビュー作、ドンキーコングの誕生を、ご案内します。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。